はい、トピック1ではね、生産性を向上させるプラグインを見てきましたけれども、トピック2では素材を追加するプラグインということ で実はこれ系はいっぱいあるんですよ。素材の追加にそのバリエーションがあるんですね。そう、ちょっとねステップガイドの20ページ目を見てみましょうか。はい、このステップガイドのステップの中では紹介しないんですけれども、うん、ほら画像を追加する、アイコンを追加する、イラストを追加する、テキストを追加する、まあ、いっぱいあるんですよね。フォームだってあるし、チャートもあるし、地図もある、イメーションもある、はい、結構ね、人によって作るもん全然違うと思うんで、フォームがいい、フォーム紹介してくれっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、ちょっとね今回は漏れちゃったんですけど、ぜひ興味あるものがあったらトライしてみてください。これもね全部リンク貼ってありますからね。で、課題1なんですけども、ちょっとねこれ一見難しく感じるかもしれない、はい、っていうのは、このイベントXETrailヘアキャンプのこのオンラインイベントの申し込みページがコンパスのページにあるわけですよ。そのコンパスのページの情報をトーコさんの XE のアートボードのデザインに当て込ん入れていくっていう、ウェブにある情報をデザインデータにとして使っちゃうっていうこと。でこれはつまり、世の中にあるウェブのサービスを、まあ、ウェブサービスで公開されて API を呼び出して、それをデザインの中に落とし込む、反映させるっていうこと。で、まあ、ここにも書いてあるんだけど、やっぱりその最初にデザインするときって、ダミーのテキストとかダミーの画像とかいっぱい使うじゃないですか、うん、でもそれだと、まあ、特にテキストなんだけど、文字数がどんだけ実際必要なのかとかはわからないよね。そうです行が変わっちゃったりしますね。そうそうそう、行が変わったりひょっとしたら後ろの方切れちゃったりとかするかもしれない、うん、でもそれが本物のデータがもしあるんであれば、それを使った方が確実に文字数の値をつけられるんで、うんうん、やっぱりダミーデータよりは実際の生きたデータを使う方がいい、もし可能であればってね。でそんな時にその情報がウェブサイトにある、でそれが API でさらに公開されてるっていう場合は、このデータポピュレーターっていうプラグインを使うと本当に素敵です。素敵なことが起きます。うん、はい、でただねこのデータポピュレーターはプラグインと、なんていうのかな、ウェブサービスの呼び出しをやったことがない人、API をこうネット越しの API を呼び出したことがない人からするとちょっと難しいかもしれない、感覚的に。ただちょっとこれはやってみましょう。はい、とりあえずやってみます、はい、やってみましょう。じゃあまずねプラグイン入れましょうか。はい、データポピュレーター、はい、トピック2のフォルダーからレッスン X3 を開きます。でプラグインパネルを開いて、開いてない場合は左下もしくはコマンドシフト P ですね。はい、でプラスボタンからデータスペースポキュー、データこれですね。そうそう、さあインストールできるかな。サクッとちょっと時間かかったりしますね。プラグインってすごい軽いから本当は早く出すんだけど、ね、さっきはこれやっぱ配信してるせいだ、ね、一瞬だったんですけど、めげずにもう一回あれ出たらめげちゃうな。でも3回目はめげます。いってるかな、いってなかったらちょっと困るな、おかしいな、これちょっと嫌な予感がしますね。じゃあインストール頑張ってもらってる間に、僕がステップガイドの方でちょっとこのプラグインの説明をしておきましょう。お願いします。はい、できたら教えてくださいね。はい、はい、ステップとしては3つあるんですね。でデータポピュレーターにコンパス、ね、ウェブサイトのコンパスの API を連携させる設定をします。今回は設定実はした状態で皆さんに XE ファイルを、ワークショップキットで配布してるんで、設定作業自体必要ないですけど、もし他のサービス使う場合は設定してください。で、データポピュレーターと XE データを紐付け、そしてコンパス API の情報を XE に反映しますという感じです。で、これなんですよね、データポピュレーター、
お、できた。なんか4回ぐらいエラー食らったんですけど、できました。なるほど。なんでですかね。まあ、配信してるところの負荷があると思いますが、はい、じゃあ早速そっちでやってみようかな。そうですね。はい、じゃあデータポピュレーターを、はい、何も選択してない状態でデータポピュレーターをパッと開いて、はい、もうどうですか、これ小難しい感じのね。もうなんか全部英語な時点で心が折れそうです、うん、でこれ本当にこのワークショップの中では設定するものは何もないです。もう全部設定してあるんで。ただちょっと解説すると、はい、その青いボタンの右下に Add ってボタンありますね、はい、これがちょっと押してください、はい、で、まあ、名前は自分が分かりやすいようになんか、うん、コンパスとかに、今回はコンパスけど他にもなんかいろいろありますよね、ウェブのサービスね。で、その下データソースタイプっていうのがあるんだけど、ローカルとリモートで、これデータソースはどんなタイプが、いけるかっていうと JSON 形式になります。 JSON ファイル、うん、でもし、自分のパソコンの中に JSON ファイルがあるんだったらローカルにして、でブラウズで、その下のブラウズで指定してあげればいいし、オンライン上のウェブサービスを使う場合はそのリモートにして URL を設定してあげると。でこの URL はどこから持ってくるのって言ったら、そのウェブサービスのサイトに書いてあります。このリクエストの URL を投げるとこういうデータで返しますよっていうのがほぼ 100% 書いてあると思いますので、それを入れます。はい、でちょっと上の Add Data Source の左側の横ボタンを押して戻ってもらって、今回はその設定を全部しました、こちら側で、はい、素晴らしい。で、そのデータソースズアドのボタンのさらに下に行くと、うん、コンパス、リモートとかなんか書いてあるでしょ。この辺ですね。そうだね。だからもうコンパスの設定してあるんですよ。うん。はい。それクリックできるっけ。はい。あ、なんか、あ、ちょっとなんか遅いね。ガーッと、ちょっと今なんか挙動が重たいっぽいですね。うん、はい。ちょっと一番上の方から見ていくと、はい、まあ、3行分はいいとしてリザルトなんとかって書いてある、うん、そのイベンツっていう、うんうんうん、5行目になるのかな、その JSON で言うとイベンツっていうのがあって、これがイベント情報の一番大元になるオブジェクト、配列になりますね。配列です。でその配列の中にイベント1、イベント2、イベント3みたいな感じでイベントがわーって入ってるんだけど、それぞれイベントに ID がついてる、イベント ID とか、あと何がある、その次がタイトル、うん、これ次がその下にキャッチがあって、なんかダート情報があって、うん、スターテッドアットか開催日時ですかね、開催日時、うん、であと場所の情報とかもある、では場所が XD トライル、アドレスがオンライン、うんうん、ね、こんな感じですかね。で、はい、コンパスに設定されている情報がこういうふうに JSON 形式で呼び出せるようにな、りましたと設定してあるので、うん、ちょっとディスミスで閉じてもらって、はい、でこういったウェブ越しのデータをもうここまで持ってきているので、あとは自分のデザインネタに紐付けてあげるだけです。で、そのアートボードの下の方にイベント情報っていうのがあって、それ実はリピートグリッドになってるのね、まあ、さっきも言ったけど、はい、でリピートグリッドとして選択すると左側の、プラグインの表示が変わりました。はい、はい、で上から見ていくと データソース、がコンパスになってるね、コンパス、うんうんうん、はい、これはもうこちらで設定してあります。でその次、ルートパス、これイベンツ、さっき配列ですね、イベントがいっぱい入っている入れ物、イベンツの配列オブジェクトが、まあ、パスがそこに指定してありますと。なので、取り出せるデータはこのイベンツの中のオブジェクトのプロパティになるんですね。はい、でじゃあ次ね、はい、どうやってその中のさっき言ったタイトルとかキャッチとかスタートアットとかプロパティで紐付けるのかっていうと、コンパスのイベントタイトルが入りますっていうダミーテキストが書いてあるよね、うんうん、それテキストレイヤーじゃない、はい、そのレイヤーを選択します、コマンドです、はい、うん、コマンドクリック、はい、でそうするとコンテントテンプレートかな、
左側にもタイトルって出てきてますね。そう、そのタイトルっていうのがまさにその JSON の中のプロパティ名になります、うんうん、だからそうやって紐付けてあげる。なるほど、うん、で同様にその下キャッチもこちらにキャッチで、うん、これ日時スタートアットあと開催場所もアドレスが入ってますバッチリ。そうね。ということで、4つのタイトルとキャッチと日付と場所、そのデザインレイヤーと、ウェブサービスから持ってきたいっぱいあるデータの中のプロパティを1個ずつ紐付けてあげた状態が皆さんの手元にあるステップ、うん、ワークショップキットの XE ファイルの中に入ってますって。この状態で今、はい、リピートグリッドが選択されている状態かな。はい、はい、であれば大丈夫です。ポピュレート、まあ、リピートグリッドは選択されてなくても大丈夫だと思うんですけど、ポピュレートボタンを押すと、はい、お、もう一発で全部リピートグリッドなんで下の部分まで変わりました、うん、入ったよね。なんかこうなんて言います、いわゆる静的なデザインの中にウェブの情報が入ってくるってちょっと嬉しいというか不思議な感覚がある、ね、うん、面白いです、うん、でこうやって見るとやっぱりほらあのタイトルの長さがみんなバラバラだし、ね、どれぐらい横幅を持たせておく方がいいのかなとかいうなんか目安ができるんだよねこれ。うん、なるほど、うん、ということでですね、このデータポピュレーターちょっと難しく感じたかもしれませんが、もし API の呼び出しとかよくやってるよって方は楽勝だと思いますけど、こういったことができます。それがデータポピュレーターでした。はい、では、次ステップガイドの26ページ目、これは非常にライトなやつなんで、今ので疲れちゃった方は、ね、気楽に聞いていただきたいですけど、やってもらいたいですけど、課題の2、サイズの記載された報告枠を作成すると。で今やっぱ扱ったイベント情報のリピートグリッドの下にグレーの長方形があるよね。ここ広告枠を入れたいんで、広告枠として使いたいんだけど、うん、サイズよく広告出稿するときにサイズっていくつですかみたいなやり取りがあるわけで、うん、でまあ、こういったデザインツールを開けば分かるよ、そりゃ横幅がいくつで高さがいくつでって、うんうんうん、でもなんかそれをいちいちやらなくてもこのデザインをパッと見たときに、あ、なるほどねって分かると嬉しいということで、そこにですね素敵なプラグインを投入しましょう。はい、じゃあプラグインインストールします。今回はうまくいくといいな、ね、プレイスホルダーイメージ、プレイスで出ますかね、プレイスホルダー、あ、これですね。あ、そうだね、プレイスホルダーイメージ、こちらをインストールします。さあ行けよ。あ、えすごいね、こんなに早い、早かった、エラーが、そんなことある昨日やってみたときは結構良かったんですけど、めちゃくちゃ嫌がられてるんだ今日ちょっと嫌がらせを受けてますね、困った、長そうですね、これは困った困った。皆さんはどうですか、今日はインストールしづらい日とかじゃないよねエラーが早い、エラーが早いよ。あ、行けました。何の差なんですかね、これは一体。なんだろうね。本当配信のせいだと思うけどね。そうですね。知らない時は一発でできたので大丈夫です、はい。じゃあさっきの広告枠の四角を選択した状態で、はい、プレイスホルダーイメージをクリック。はい、早い。もうこれですよ。何のことはない、すごい簡単なプラグインなんだけど、この一手間こういうのって結構ね、いちいちやりたくないじゃないですか、テキストテキストツールにして打ってめんどくさいですよね。そう、しかもサイズ変わった日にはもう直したくない。これもしかしてサイズ変えたら自動ではないと思うけど、まあワンクリやり直せば、そうなの、楽ちん、楽ちんだったね、優しいプラグインです。はい、というわけでトピックにはここまでです。本当にね、はい、素材を追加するプラグインいっぱいあるんだけど、この2つをご紹介しました。多分他にやこれ試してみたいなっていうのはさっきの最初のリストにあったと思うんで、うん、皆さんも、ね、試してみてください。さて、どうですかね、質問来てますかね、これはなかなかタフなんじゃないかな、質
はい、そうですね。ちょっとデータポピュレーターに、やっぱりここでデータポピュレーターを自身で設定しようとしたときに、こうやっぱ参考になる資料はありますかっていうのが来てまして、はい、まあそれはそうだと思うんですけど、僕の画面見てもらって、まあ説明、英語でちらっと書いてあるんですけど、まあこれじゃよくわかんないと思うので、まあ、ここのダウンロードっていうのを押すと、こういったページが開きます。ここからサンプルがダウンロードできます。例えば、これはなんか猫の画像がランダムに表示されるものだった気がします。とか、アドビストックの写真を表示するようなものもあります。まあ、ここからダウンロードすると、まあ、もう設定されたデータが出てくるので、まあ、これを見ながら、どういうふうに組んでいるのかなとかっていうのを確認していくと、まあ、似たような API があると思うので、まあ、同じようなものを探して、参考にしていけばいいかなと思います。で、1個だけ注意点があって、これなんですけど、リピートグリッドを使うときに、よいしょ、中身をグループ化して、ちょっと荒いですね。中身をグループ化しておいてほしくて、これ解除しちゃうと、ちょっと僕も詳しくないから分かんないんですけど、よいしょ、今こんな感じで中身を外しちゃいました。そうするとうまく作動しないんですよね。こんな感じで歯抜けの状態になっちゃって、多分ループの処理がおかしくなっちゃうと思うんですけど、まあ、こんな感じで外れてしまうので、リピートグリッドの中身をフォルダーにして、やってくださいっていうのも一つ注意でした。以上です。はい、ありがとうございます。なるほどね。なんか今ツイッターの方で有馬ママさんもプラグインインストールの時こちらもエラー出ますよって。なんかじゃあ今ちょっと悪いんですかね、なんか。僕は大丈夫だったんで、なんだろうな、本当にちょっと。なんとも、ね、この時のタイミングだけちょっと不具合的な感じですかね。はい。さて、じゃ あさっきのポールをちょっと見てみましょうか。はい。僕の画面でこちらですね。プラグインの使用頻度について教えてください。ほとんど使ってない方が一番多い 29%、どうですかね、ほとんど使ってない方、今日のこの、まあ、参加されてるからプラグインってどんなもんかなって見に来てくれてるのかもしれないけど、使ってみたいプラグインがあるといいんですけどね。あとたまに使ってる方が 28%、はい、プラグインなしでは作業できないとかよく使ってる方が少ないんですね。今日の番組中はプラグインに慣れてしまうと時短ができすぎちゃってちょっとサボるようになります。そうだね。そうそうそう、まあ自分にフィットするプラグインさえ見つかればっていうところはあるね。です、プラグインを探すのってちょっと大変なんだよね。ああ、そうですね、英語が多そうですし、入れて試してみたいな感じになるから、